女優の清原かや、19、がヒロインを務めるヤヌエーチケ連続テレビ小説をかやりもね、やつ、土曜まやあってレアレア、土曜は一週間振り返り、は20日、第70話が放送された。米印か、ネタバレう、朝ドラ通算104作目。 清原とタッグを組んだ NHK 透明なゆりかごやテレビ東京昨日何食べたなどで知られる足立直子氏が手掛けるオリジナル作品。朝ドラ脚本初挑戦となった。タイトルにあるモネは主人公、長浦モネ、ね、モモネ、の愛称。1995年に宮城県気仙沼市に生まれ、森の町、豊間、止め、 で、青春を送るヒロイン、モネが気象予報士の資格を取得し、状況。積み重ねた経験や身につけた技術を活かし、故郷の役に立ちたいと奮闘する姿を描く。第70話は、工事、内山さ明、が気仙沼へ戻る日、菅波、坂口健太郎、が潮見湯に呼び出される。モネ、清原、 は、ハラハラしたものの、菅波が思いのほか工事に対してきっぱりと対応。その姿を嬉しく思う。朝岡、西島秀俊、と百音は再度どのように気象情報を届けるか、目標や理想を語り合う、という展開。百音は、工事が豊間の森林組合を訪れた際に作ってくれた木の笛から芽が出たことに気づく。祖母、 マサヨ役を演じ、語りも務める女優、竹下恵子、67、ワウフフ。私、今度は柿から葉っぱに生まれ変わったようです。海のものもいいけど、山のものもいいわね。東京のモネを見守ることになる。SNS 上にはおばあちゃんが輪廻転生しとる。爆笑、これで食べられる心配ないよね。 小、柿はいつ食べられるかハラハラしてたから、気の目に転生してちょっとほっとしたなどの声が相次いだ。